串祉館城は、日向国中軍串祉館員にあった城、平山城。追記年代は明らかではないが、鎌倉時代後期頃、関東から鎌倉御家人として当地に下校した、自動職の延久森が本拠地として築城したと言われる。南北朝時代には、延盛森忠の本拠地で、島津貞久や畠山直明ら歴代の守護に、 抵抗したが、1339年に陥落した。森田大吾は、森房が上主となり、森人氏の代まで七代にわたり延べ氏が居城したが、足利義明事件を契機に、延べ氏は衰退し、串勘城を後にする。室町時代後期には、島津市の影響下に入り、同氏の一族である伊作家が、伊作城から串勘城に転覆された。伊作旧一は、 伊藤有国と結んで反乱を起こすが、伊藤有国が戦死すると降伏して、遺作に戻され、代わりに、同じ島津市の一族である、豊か集家が入った。その後、島津市、肝付市、伊藤市による攻防が繰り広げられるが、豊臣政権の九州国分によって、筑前国秋月市がこの地に移された。秋月市長が一時居城としたが、関ヶ原の戦い後に、 宝部城を新たな本拠としたため、1604年に廃城となった。東側に福島川、西側に天神川が流れる南北に伸びた、白洲大地の丘陵上にあり、南北 1.2km、東西 0.4km の区画に13もしくは14の車があり、1991年以降、発掘調査が行われている。その結果、 建物の移行のみならず、中国や東南アジアなどからの輸入品を含む陶磁器をはじめ、戦火、石製品、消灯などが発掘されている。ありがとうございます。